ンドスイッチ、あの越谷さっちゃんのハローホームタウンスタジオを飛び出してね、遊びに来ちゃったんですけどもね、楽しかったですね。楽しかった、盛り上がりました。せっかくなのでちょっといろいろご紹介したいと思うんですが、はい、まずこちらの告知をお願いします。はい、9月の21日、こちら福岡なんですけど、九州福岡なんですけれども、宇佐本さんも出演される、虹の架け橋コンサート、福岡から花巻宮沢賢治を思うということでコンサートをします。当日はいろんな方とのコラボも、本人もちろん弾き語りも準備しておりますので、楽しみに、されてください。で、行けるよっていう方は問い合わせていただけたらと思います。番号は090-4486-7646、 石橋までよろしくお願いします。そしてこちら、はい、こちらも、福岡で行われるコンサートで、11月30日誕生日の翌日です。本人の、はい、いい肉の日の翌日、ね、いい肉の日なので誕生日翌日に、同じく福岡で、ゲイツセブンというライブハウスで、ライブステージですね、そちらで、コンサートを予定されています。お問い合わせは、090-6637-6673、 090-6637-6673、 宮田さんまでお願いいたします。はい、そしてなんと今日やった場所、恵比寿天満宮スイッチ、来年も決まったそうですけども、そのお日にちはいつですか？2月10日ですだそうです。皆さん今からちょっとメモメモよろしくお願いしますね。せっかくなので最後に皆さんから一言、宇佐本さんへ何かメッセージをお願いします。今度の新曲タイムライン聴きました、すごく素敵なので楽しみに待ってます。今日からまた聴きに行きます。はい、タイムライン楽しみにしています。きょうちゃん、はい、コンサート近いんで頑張ります。で、今日は実はファンの方のコメントをいただきまして、それは、10月の1日越谷 FM さっちゃんのハローホームタウン夜の7時からオンエアされますので、宇佐本さんの曲と合わせてぜひお楽しみください。本日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。